クジーは、日本のプロレスラー。本名、沢田和樹。2006年12月9日、若手選手育成のため作られた、ドラゴンゲートネックスの旗揚げと共にラッパーギミックの MCKG としてデビューし、いきなりのメインでの出場。元ドリームゲート王者の斉藤亮と共に、タッグ戦に出場した。対戦相手は、小野寺山と戸土沢。 ドラゴンゲート本戦デビューは同年12月26日のサイト神戸大会。2007年8月のタッグリーグで同じくネックスデビューのルパン・松谷と組出場。本来は BB ・ハルクとヤマトが出場予定だったがヤマトが左肩をハルクが顎を骨折し出場は不可能となったためネックスの二人が代わりに出場。リーグ戦ではガンマ 堀口元気組とシーサーズから勝利を挙げた。2008年、イナス1トーナメントに優勝し、メキシコ遠征に出ていたが、土井刺激がリアルハザードへ対抗するため、メキシコの KG へ電話をかけ、観客のコールと共に、土井基地の新ユニットへ勧誘された。これを受クシュワールドマイナス -1 入りを果たした。出発直前の2月10日に新規バファーストリングで、 行われた武勇伝の興行ではワンナイトタックトーナメントに超新流とのタッグで出場。決勝戦で沢宗太だと藤田ジュニア隼とのタッグに一方的な展開で痛めつけられた末に敗れた。しかしドラゴンゲートで様々なスタイルの選手と対戦したことはとても貴重な経験となった。5月31日に外戦試合が組まれた。 6月29日の大阪大会で空位となったオープンザブレイブゲート王座に名乗りを上げ、7月27日に堀口元気と同王座決定戦で対戦するも敗北。その後も連戦連敗が続き、10月の九州シリーズを全戦欠場した。11月に復帰するも連敗を重ねていたが12月に入り、地元札幌で連勝し、年末の福岡国際センターでの 配線ユニット解散サバイバル6人、タック 3V マッチにて、横須賀とオルから3カウントを奪い位置抜けするなど、兆しが見えてきた。2009年1月18日の大阪府立、体育会館、第2競技場にて、トライアングルゲートに初挑戦したが敗北。4月30日、愛知県体育館大会出場計をかけて、超新流と激突するも敗北、以降試合数が減る。 ユニットに所属しているにもかかわらず無所属の選手とタックを組まされるワールド -1 タックの一員となっても試合後に抗論などもあった6月26日の関西テレビ何でもアリーナ大会のメインのオープン雑ンゲート統一タック王座の防衛戦にドクターマッスルとして登場王者組をアシストしリアルハザードへ加入その翌日から リングネームを、クジーに変更。ヒールに転向した背景には、ワールドマイナス1時代に何事もうまくいかず、土屋吉野正人から、何をしてるんだ、と活を入れられており、ヒールとして暴れ回っていた、荒井健一郎や神田博之から手を差し伸べられて、一大決心を決めた。クジーがヒールに転向したことで、谷崎直樹との間に因縁が生まれた。 12月27日の福岡国際センター工業では、その谷崎直樹とオープンザブレイブゲート選手権試合を行い、拳で殴り合ったり、椅子攻撃があったりと壮絶かつ感情がストレートに、交錯する荒々しい展開となった。記録は10分29秒でエビがために敗れる。この試合でインハクトを初公開。2010年2月にリアルハザードが分裂し、 ディープドランカーズへ合流。5月5日に愛知県体育館で行われたオープンザトライアングルゲート選手権の D 級マッチでは、神田博之、菅原拓也との3人タッグで、明けぼの、もち重明、ドン・富士の3人タッグに挑戦。反則最低なしのルールで様々な狂気を駆使し、試合をコントロール。神田がホールを決めてくじら3人タッグが、 第26代王者組となった。記録は10分40秒で体がため。しかしわずか8日後に防衛例で大座陥落。その後も、ドイ軍、ブラッドウォーリアーズ、マット・ブランキーとユニットが変わり、構成員はたびたび入れ替わったが、クジーは派手なつなぎ、長発、整えた右眉と反り落とした左眉、左右で異なるカラーコンタクトレンズ。 ヒゲというスタイルでヒールを貫き続けた。ブラッドウォーリアーズ時代の2011年9月には、ダーツでこのメンバーに決まった、ドイ・谷崎とのタッグ、チーム、ドイ・ダーツで、再び、トライアングルゲートを獲得し、5度の防衛を達成。2012年1月に、反則負けで王座を剥奪される。また、オープンザ・ブレイブ・ゲート王座戦線にもたびたび参戦し、2012年3月には、 リコシェ、2013年4月には、ドラゴンキットに挑戦した。同年9月には、王座決定トーナメントを勝ち上がり、堀口元気、HAG、m e との王座決定戦まで進出した。いずれも反則技を絡め相手を追い詰めるものの、ベルトを掴むには至らなかった。2014年、ジミーズの神田、谷崎、マット・ブランキーの土井、ハルクの構想が勃発。 ドイとハルクの抗論をクジーがなだめる場面もあった。5月5日の敗者代理人紙切りマッチでドイ刺激が負け残る。この試合は代理人制度を採用したエスケープ方式の試合であり、ドイの負け残りとなったため代理人のクジーがルールにより自慢の挑発を丸坊主にされてしまった。以後は丸坊主を決定付けた上に同門でありどもに、 チーム名やロゴを考えた間柄であったハルクがユニットを離脱。突然の裏切りに、クジーは冗談じゃないと踏んいこれ以降ハルクに敵意を燃やし、構想を繰り広げた。6月には、ドイ、サイバー、コングとのタッグで3度目のトライアングルゲート王座を獲得し、3度の防衛を果たしたが、10月にシーマ、ガンマ、ドンフジ組に敗れて、王座陥落。 さらにクジーはその試合で左目を負傷し、以後長期欠場に入った。長期欠場に関しては、怪我しても味方は別に手を差し伸べてくれるわけでもなく、と不満を述べていたが、12月の後楽園大会では、同じく欠場していたドイとリングに登場して、メガバイト勢で、ミラクル、ドイダーツ2014を開催。クジ欠場中の2015年1月、王者フラミータの、 ベルト受け取り拒否からオープンザブレイブゲート王座が空位になったため開催された王座決定トーナメントにドクターマッスルが出現。マット・ブランキー勢の後押し介入もあり様々な選手の得意技を繰り出しつつドクターマッスルが正体不明のままオープンザブレイブゲート王座をダッシュしてしまった。しかし1月16日にそのドクターマッスルがメガバイトを裏切り 自らマスクを剥いで正体がくじりだったことを明かした。上で、マット・ブランキーを脱退して、ディア・ハーツに加入した。4年7ヶ月ぶりのベビーターンとなった。電撃脱退に起こった、問題流のブレイブ・ゲート王座挑戦を退けたが、2月28日に、戸沢明にパッケージジャーマンで敗北し王座陥落。その後キャラクターが、正反対の高木慎吾との交渉が発展し、5月5日、 愛知県大会の金網戦に出場した。高木に金網に叩きつけられたがそのまま金網を登り切り最初のエスケープを達成。高木を金網の上から見下ろす公約を果たした。これまでの金網戦で金網の外からちょっかいを出した経験が生きたと語っている。しかし2016年2月に所属していたディア・ハーツが解散してしまった。くじは モンスターエクスプレスの勧誘も断り、無所属で活動していたが、5月5日の愛知県体育館大会で、BB ハルク、洋介サンタマリアと共に、大和救出に動いた。2018年2月7日、後楽園大会で、もちの持つドリームゲート王座に挑戦も、激闘の末、敗戦。試合後、現世代との戦いを求めユニットから離脱する。その直後、 当時再三にわたり、クジーを勧誘していた、アンティアスがまたしてもクジーを勧誘、一度は加入する、素振りを見せたがこれを拒否、アンティアスに暴行を受けているところを、横須賀進む、堀口元気が救出、クジーのバックアップを表明。これを受け次回、後楽園大会でアンティアスとの6人タッグ戦が決定。3月6日、後楽園大会でアンティアスとの6人タッグ戦を行うが、 敗北。試合後、アンティアスになおも攻撃を受けているところを、パンチとミナガが救出。さらにクジーが、アンティアスに恨みを持ってる奴として、ブラザーヤッシュを呼び込む。自身の知らない間に、バーサークから、アンティアスに変わったことに怒りをあらわにしたヤッシュはクジー、軍と決着。これを受け次回、後楽園大会での大江戸式、イルミネーションマッチが決定した。4月6日。 後楽園大会でアンティアスとの大江戸式、イルミネーションマッチを行い、これに勝利。試合後、クジーがユニット結成を提案し、堀口、進は、クジーがユニットリーダーとなることを条件に承諾。そしてパンチも、新ユニットへ加入。ヤッシは、他団体所属であることと自らの裏切り癖を理由に加入を絞るが、クジーの推しに負けユニット加入に応じ、5人体制での、 スタートが決定した。また、この時、9時に進む、堀口のトリオでマキシュメムの保持する、オープンザトライアングルゲート王座への挑戦を表明。王尺組もこれに応じ5月6日、愛知県体育館大会での王座挑戦が決定。5月3日、京都大会でナチュラルバイブスを正式結成。九じが初めてユニットリーダーとなる。5月5日、愛知県体育館大会で、 9時に進む、堀口がマキシュメムに勝利し、トライアングルゲート王座を奪取し、その後6回防衛する。3世代構想では、ヤマトと並ぶドラゴンゲート世代のリーダー格として活動していたが、自身は大きな結果を残すことはできず、悩み続けたままユニット解散の日を迎えた。その後、進むと堀口の呼びかけに応じ、ナチュラルバイブスを再結成。2021年、 キングオブゲートで初優勝を果たす。ヒール時代から繰り出す技は基本に忠実。合間にトリッキーな技で格乱する。受け身もうまい。最近はルチャもこなす。ありがとうございます。